列に入れてくれてありがとう。ハザードランプで合図。道を譲ってくれた車へのお礼の挨拶だ。昨日も出勤途中で見られた。一方、会社に着くと新年恒例の挨拶があちこちで。今年もよろしくお願いします。4日の仕事始め、多くの企業で新年の業務が始まった。 経営トップの年頭訓示には決意がこもる3日付本市別釣り新春トップインタビューもしかり県内のトップ126人が述べていたまずは部品や半導体の不足原材料高や原油高の現状認識は多くの人に共通する一方コロナ禍で加速した デジタル化、オンライン化の潮流を社業にどう生かすか今後への意欲も熱く語る目立ったワードは SDGs の視点と脱炭素社会への貢献デジタル改革など新分野への挑戦もあった今の社会経済が目指すベクトルの一端が垣間見える今年は寅年で 実感十二詩でいうと「水の絵虎」「源頭に耐えて陽気を孕み芽吹きが始まる年とも言われる」「相場の格言は虎千里を走る」「東匠の昨日の大発会は好調な滑り出しとなった」「景気も今年こそ持ち直してほしいがこればかりは コロナの動向次第といったところか。